はい、西教授です。英文読解入門講義52回です。関係詞の3回目ですね。で、今回は、テキストだと例題34ですね。前置詞プラス関係代名詞で、この場合関係代名詞は、who を使うなら whom、 もしくは which で、 that は来ません。で、どういう風になっているか仕組みを説明すると、まず He lives in the house、彼は、家に住んでると。その家に住んでると。で、どういう家なのかというと、こういう家ね。I lived in the house in my youth。私が、in my youth、若い頃に、その家に住んでいました。そういう家だ。じゃあ、関係代名詞の原則的には、the house。ここを、which にして、前に持って行って、残りを書くんだね。I lived in my youth。別にこれで構わないんだよ。で、これで済むものはこれで構わなくて、前置詞フィッチっていうのは、割とこう、硬い表現だ。ここで止めてもいいんだけども、この、in the house、前置詞と名詞結びつきが強いな、と思ったら、一緒に前に出しちゃえと。ということで、in which で出すと。残ったところを書くしかないから、I lived in my youth。こうなると。こういう話だ。読むときには、前置詞プラスフィッチ、前置詞フームが来ていれば、ここからどこまでかを考えて、で、この中にどう入るかを考えてやる。前置詞プラス名詞で入るんだな、というふうに思って探してやればいい。で、実は関係代名詞単独のときよりも、訳は、ほとんどの場合、波線を訳してベタッとくっつければ済みます。私が若いときに住んでいた家、ってなる。だから入り場所をあんまり頑張って探さなくてもなんとかなることがほとんどです。というわけで、彼は私が若い頃に住んでいた家に今住んでますよ。こういう話だ。こんだけのことだけども、追加。あと一つ二つくらい追加入れてみるかな。これテキストにないです。This is a great university in which you can learn a lot of things.If you have the eyes to see them. これ割とすんなりいくでしょうね。これは立派な大学なんです。in which がかかって。そういう大学はいっぱいあって、その中の一つだって言いたいんだろうね。あ、だから。You can learn a lot of things. 多くのことを学ぶことができる。If you have the eyes to see them. それらを見る目があれば。からあなたに見る目があれば。多くのことを学ぶことができる大学なんで、立派な大学なんですよ。これ、in which だけど、どこに入りますかって言われたら、最後に、in it。その大学では。で、入るだけだね。割と、すんなりと、行く、前置詞フィッチは。つまり、前置詞プラス関係詞って割とすんなり行きやすいんだよ。もう一個例挙げてみようか。途中に入る例1個入れてみた。The average age at which 前置詞 which でどこまでかなと思う。Women marry has 女性が結婚する SV has 続かないね。だからここまで。全体は平均的な年齢は高くなっている。で、ここにただ女性が結婚する平均年齢はでいいです。もちろん入れると、例えば、at the age。女性はその年齢で結婚するんだよね。で、その平均はっていう話なんだけどね。割とあっさりと後ろ訳して、くっつければいいよね。女性が結婚する平均年齢は高くなった。割とね、割とそんなに大変じゃないんだよ。システム的には前置詞プラス名詞が後ろに入ると。どこまでか見てどこに入るかをチェックしよう。訳すときには、だいたいベタってくっつければ。うまくいくっていう感じなんだな。二つ目は、名詞があって、名詞の後、前置詞フィッチ to って来ちゃうやつだ。この場合、この to を、主語プラス、can か will
このくらいに置き換えたら普通の前置縮位置と同じことになります。このように to っていうのは主語プラス助動詞の圧縮、まあ主語プラス助動詞に置き換えることができるパターンっていう to はあります。これ実はこれまでやってるんで見てみようね。 I don't know what to do whether to go or stay how to solve the problem。 これ全部やったことあるね。疑問詞プラス to の to、 これは全部 should の感じだったよね。これ I should と一緒だ。これは何をするべきかわからない、ここに行くべきかとどまるべきかわからない、その問題をどう解決するべきかわからない。で、まあ前置詞不一致 to の時は should よりは can か will ぐらいの感じというところはちょっと違うぐらいだ。で、to 不定詞の形容詞的用法でもやったね。A chair to sit on。 これはこの授業では to 不定詞の形容詞用法は前から行くか後ろから戻るかってだけど、後ろから戻るかっていうパターンは実はこの話だったんだよ。初めの段階でこれをやっちゃうと関係詞の話も同時にしなきゃいけなくなるんで、その時は前から後ろからってやりました。で、前から続かない場合っていうのは実は後ろからで、which I can と同じで、この which は消えていいからね。だから I can sit on、 先行詞が入るのは on の後、こういう話だったんで、これでまあつながったと思う。カトゥー不定詞の形容詞用法の後ろから戻るパターンっていうのは実は主語プラス助動詞に置き換えて先行詞がどう入るかということと同じだったと。疑問詞プラス to の時は to は主語プラス should に置き換えたら同じだったと。で、前置詞不一致 to の時の to は主語プラス can もしくは will に置き換えれば普通の前置詞不一致と同じことになるというように to への圧縮が行われたパターンということなんで、そしたらまあちょっと習ったことがつながってくるよねっていう話で、最後の文 find the house the roof of which is blue。 これめっちゃ難しいんだけど、こんな文書かなくていいじゃんと思うんだけど、意外に見かけるんだよ。話し言葉ではまずない、まあ書き言葉になると思う。ただ話し言葉ってあって、きちんとした話し言葉、講演とかだと出てくるよ。これめんどくさいよね。 find the house その家を見つけろ、the roof、 つながらないじゃん。名詞の後名詞、 find 名詞名詞、つながらないよね。つながらなくて of which がある。こういう時はこうね、名詞 the 名詞 of which になっている時はこの名詞が先行詞で which これが関係詞で、 the 名詞 of which ごと塊としてこう切り離せないから前に持っていっちゃったというパターンなの。つまりここの関係施設は、関係施設はどこからかも考えようって話したのはこういうやつなんだよ。ここからなんだ。関係詞からじゃないんで、ここから始まっちゃうんだ。そしてこれがハウスで、だからこの場は The roof of the house is blue、 こうなる。その家の屋根が青い、こうなるわけだ。で、名詞と of 以下ってこう、その家の屋根みたいに結びつきが強いと思われやすいんで、だから塊ごと the roof of the house ごと前に出して、で先行詞の部分だけ不一致にしたっていうパターンなんだ。これ言われてみればめんどくせえけどそっかと思うけど、なかなかピンとこないと思うんだよね。でこれはまあ見かけたら、もし見かけたらこのパターンがつながらないときはここが切れているんだと。これオブフィッチに限られるからね、大体。ということで、ザ名詞オブフィッチ、ザ名詞から始まる関係施設があったと。で、この場合のフィッチはここを指していると。というふうに見てくれたらいい。もう一個例を挙げると The words, the meaning、 つながらないでしょ。で、of which たらこうなって、これが the words。
で、これはここにあったんだね。You don't understand the meaning of the words. その単語の意味がわかりません。だからあなたが意味がわからない単語ってつなげばいいわけだけども。読むときは、the words, the meaning of which you don't understand, you don't understand. というように、まあ、ここで切ってくれますけどね。ここに切れ目があるんだっていうように、まあ、読めるようにしましょうっていう話だ。で、まあ、もっと普通に言うと、who's roof is blue? その屋根が青いですよ。って言っちゃえばいいし、もっと簡単に言うと、with a blue roof。青い屋根がある家。って言っちゃえばいい。普通、まあ、これとかこれとか使えば済むんだけど、まあ、こういう言い方をすることもあるので、出くわしたときには、このパターンだなと。名詞、ザ名詞、つながらないとき、オブフィッチがあったら、あのパターンがあったな、と思い出せる程度に、どっかに頭に記憶に留めるようにしてくれればいいです。ですか?ということで、今回ここまでです。See you! Bye bye!